年金二千万円問題どうすりゃいいか教えます週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオこの番組は京都大学教授雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組ですこんばんは京都大学の藤井聡ですこんばんはアシスタントの吉田直です この間ねあの公開収録やりますよっていうのね「飲んで決めましたよ」みたいな <laughs> そうですねきたところすごい反響でねあそうなんですすごい反響でいただきまして,てちょっと一つだけご紹介しましょうかはい奈良市のナラティブ・ゲリオンさん 公開録音のお知らせ、非常に興奮しました。飲みに行って決定してしまうあたり、藤井編集長らしく笑えました。内容を決めるときも、飲みに行って、奇抜な企画、お願いします。と。いろいろ考えますね。ねえ、もうね、公開録音ならではの。ならではのね、もう、よそでは決して見れない、聞けないものをね。で、かつラジオではなかなか載せられないものも、ちょっとこう、生で見れるかもしれませんからね。ちょっと言っちゃうかもしれない。言っちゃうかもしれません。カット部分も聞けちゃう。 ちゃうかもしれないっていうね。楽しみです。ね、これぜひね、はい、あのー、また、ちょっとまだ、これから、決めてるところですけど。はい、決まり次第、また、徐々に情報、お知らせしていきたいと思いますけれども。はい。はい、そんなことしてるうちも、来週は、参議院選挙ですね。あそうですね。そうなんですよ。あっという間だう。あっという間でね。うん、で、その争点は、まあ、もちろん、消費税、増税問題。はい、これ、一番問題や、言ってて。で、結局、与党が。増税やと。うん はい、野党は凍結やと何、はい、というかこうの元内閣官房参イとしてはこう複雑なうんうんなかなか複雑な状況にまあなってますけども、はい、まあそれは争点の一個なんですがやっぱりアンケートを取ると一番皆さんが関心持ってる争点、うん、論点っていうと、まあ、年金問題あこれざわつきましたよねざわつきましたよねこれしかも分かりやすいじゃないですか分かりやすいですえ何私ら普通に年金払ってたら足らんわけ、うん え2,000万円も貯めなあかんのそんな金どこにあるっちゅうのよでもうちょっと絶望ですよ、ね、だからこれめちゃくちゃ不安になってるじゃないですか不安ですでしょはいだって奈おちゃんなんてまだめっちゃ若いのにそんな老後言ったらもうだいぶ先ですていやでもなんか2,000万っていうもう額が大きすぎて <laughs> 毎年5万円ずつ貯めても2,000万円貯まらへんやんみたいな <laughs> うそうもう本当にど,どうしたらいいのみたいな、はい、ねっ だからこすごい不安になってるわけじゃないですかでもねこんなんね簡単なんですよこんなん解消するのはおもうね全然ねもう政府もちゃんとこう言うたらええのにと僕は34やったらもうこうやってこうしてこうしてはもうしまいねっせと言い方がダメあもう言い方もそうやしもうやることがもうしょぼいええ今日はねこんな問題ね全然心配しんでいいんですよそうなんですか こんんなもんはねだからもう政府がちゃんとしてたらで皆さんも心配するからあかんのですよ、えー、心配しへんかったらいけるんですよ思うツボということですか、ね、もうそうなんですよこれねなんか日本潰したやつにとってはちょうどいいネタになってますからね、えー、もうこれもう最,最悪のドツボにいってしまいそうなところなんですけどふっとこう気持ちを切り替えるとね政府も国民も。えー 全然問題ないっていう話をね今日したいんですけどふっと切り替えるっていうのはう後で考えたらなんやこういうことやったんかっていうことですけど思い詰めてる人にとってはすごい転換なわけですそうですね大転換だからね要々考えたら軽いふっとしたことなんだけどどう転換させたらいいのかっていうのをね今日はもう徹底解説したいなとはいよろしくお願いします聞けば年金問題がよくわかる30分午後10時までお付き合いください この番組は日本タクシー株式会社大阪運輸倉庫株式会社北交観光バス株式会社の提供でお送りしますさあお送りしています「週刊クライテイオン」藤井聡の「あるがままラジオ」 今日のテーマは年金二千万円問題どうすりゃいいか教えます。<laughs> どうなんです教えますってこうえらい大上段に言ってしまってますけど、はい、いやポンと簡単な話なんですよ。まずねこの二千万円問題ってね、はい、これ僕ら専門家筋でねこれわあニュースになった時にああもうこれで日本も終わってしまうだなー、はあ、っていう会話をしたんですよ。えー、なんでですか、ね。なんでかって言ったらね、はい、これでもう国民が 不安になっちゃったじゃないですか。いなってます、もう。<laughs> でしょすんごい不安になってるじゃないですか。はい。で、こんだけ国民不安になってしまったらもうね、あかんのですよ。うん。不安じゃなかったらうまいこと言うんです不安になったらダメなんですよ。一番簡単なところから言いますよ。はい。年金今一生懸命みんな払ってます。はい。国民としては、毎月ね、払うの、毎年払うの、もったいないけど、でもまあ、うん、老後の安心のためやったら、しょうがないわと思って払ってるわけですよ。うんうん、はい。だから、なんとなくこれ払ってたら、最後、もうどうしようもなくなっても、 そそれこそ貯金がなくなってもね、はい、国が助けてくれはんのかとつつましやかな暮らしができるから、まあ、年金さえ払ってたらええかと思って暮らしてる人がいっぱいいたわけですよところがね、はい、なんやあかんのかいとなったわけじゃないですかなりましたそしたらまたも払わんでええやんかいやそれ実際、うん、あの友人がね言ってたんですよ言ってるでしょ これ絶対もうそんなんなんで払う必要あるんって言っててだからねこ2000万円問題が国民にうわって広まってしまったということではい年金に払う人が少なくなって、うん、年金が破綻する確率が高くなってるんですよわあ実際そうなってしまうんですかねそこを気づいた我々は、はい ああこれだから年金っていうのは信用が必要だったんですよそれをこんなふうにしやがってね、うん、金融庁のレポートかなんかでこんなん書きやがってああ、はい、いたずらに国民煽りやがってね何してくれてんねんと、うん、いうのが僕らのまず最初の一つの気持ちです、うん、だからねぜひね不安にならんといてくださいしっかり払っておいた方が払わないよりも絶対いいですから、まあ、確かにそうですか、ね、絶対いいですからもう何にもなくなるんですから払わなかったらね、はい、まあそれが一つ でねさらにねこれあの何、ー、払わんでええやんか、はい、となるでしょ、はい、それと同時に、まあ、払ってる人も払わんでえ人ももしは老後のためにどうするかって言ったら、うん、お金自分で貯めるでしょ、はい、貯金するってことじゃないですか、はい、だからねこの2,000万円問題がうわーって広まったってことはこれから多くの国民が稼いだお金の中から貯金をする割合が増えるってことですよ、うんうん、ああ、ね、そうですねということは稼いだお金の中から使うお金の金が減るってことですよ これ減ったららどううななるかもう分かももりますよねでも経済回らないですそう不況ですよはいこの2,000万円問題が広まったことでみんなが消費しなくなってあらゆるビジネスあらゆるお店屋さん、はい、あらゆるメーカーがお金儲けができにくくなったんですようわどんどん景気が下がります、ね、そうですねでこれですごいデフレ圧力って言ってね不況圧力がかかっちゃうんですよんー 不安にさせたことで不況になるこの年金2000万円不況がこれからやってくるわけです。負のスパイラル。負のスパイラルですよ。で不況になったらますます将来不安やから、はい。もっと貯金する、すもっと消費しない。はい。もう最悪の悪夢スパイラルが始まっちゃったですよ。そうです,そうです。だってお金を使うことによってどんどんね景気が,上が,ううこうが回っていくってありますからね。んこんなねレポート金融庁書き上がってるなんか僕ほんま金融庁ムカつくんですよ。<laughs> ね。 国民ががりってね本当に不安でしかなかったですもん。でね、うん、こんな最悪なレポート金融庁が何で書いたかって想像できますなんか年金を、うん どどうにかするみたたいな話を聞きましたけど、うん、これね何かっていうとねいろいろ言ってる人もいるんですけど、はい、これ金融庁はこれね結局ねニーサとか、はい、要するにねあの貯金じゃなくて金融商品買わそうとするためにあおりを入れてるっていうのが金融庁の一部のやつらの考え方なんですよ。もう何言ってるか分からないかもしれないですけど、はい、要するにビビらせたら、はい、なんか買いよるんちゃおうかと。あ<ー>からビビらせるっていうのがあいつらの目的だったんですよ。なかもいニーサとか でこの間僕ね正義の味方で出た時に某専門家がね金融系の某専門家がね「いやこれから国民はこんだけ不安になってるのか自分で守れなきゃいけないからこれからいろんな金融資産を自分でね運用しなきゃダメなんだよ」<ー>ってったんですああ見ました僕その時プチって切れて「そんなこと言ってるから今日なるんでしょう」うと「そんなもお金を使わなかったら日本ダメになるじゃないですか」ってすぐそこでね 打ち消したんですけど、うん、僕がいたからその番組の中では打ち消せましたけど、うん、ああいうやつがね、もう金融のビジネスマンどもがね、うん、もうあらゆるメディアにはびこってますから、はい、僕がいないとこで喋りまくって、みんな金融資産買え、貯金しろ、貯金しろ、金融資産買えって言って、みんな反応されちゃう、ねで。で、それで金融資産買ったら自分は儲かりますから。 あそうですねなんかスーパーで買う代わりに、はい、あるいは電気屋さんでお金使う代わりにあるいは旅行行く代わりに、はい、僕の金融商品を買ってよって言ってる手口なんですよこれはああそらせこいせっこいせっこいだから金融庁のやつらとああいう金融マンたちは結託してもう連携無言の連携プレーをやってるっうのが一個、はい、もう一個はねこう年金社会保障です広く言ったら社会保障不安や、うん、保守は今政府社会保障を安定化させるために何するって言ってます 増税そうです社会保障が不安だから消費増税しましょうよって言ってるわけでしょんでやねん <laughs> でしょで金融庁っていうのは広く言って財務省の部下さんです、はいはい、一部組織ですから子会社さんですから、うん、だからもう財務省の意向に沿ってるわけですよなるほどで実際マスメディアのエコノミスト筋とかは、まあ、これだけ大変なことがようやく国民にもようやく分かりやがったからやっぱり増税するって国民どももすぐ分かってくれんじゃねえか みたいなことと言っとるんですよいや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 ,いや、ね、それ何も知らない向こうの民たちはですよ「<laughs> うん、あそっか将来不安で私自身も貯金もするけどもやっぱり政府が社会保障を守ってもらうために増税をするのも仕方がないかなと思ってる人もいるわけですよちょっと騙されてますす、ね、そうですよだからね結局ねこれあの不安にさせて増税させるというせっこい詐欺の手口をね、うん、金融庁と財務省がねやっとるわけですよ。 国民をねそんな風にさせてどうするんですかで,すでもしねそうなったら不況ですよ、うん、不況になったら経済が悪くなって、はい、将来の収入が減って、はい、で貯蓄も国民の老人になるまでの貯蓄が高齢者になるまでの貯蓄が減っていくわけですよ不況になったらはい、はい、でしょ貯められるお金も減りますからね減,減るのでね、はい、だからね結局ね二千万円問題をやったら年金が潰れそうになるし消費が減って不況になるしな、うん何か知らんけど消費増税やらなあかんと空気ができてもっと不況になると 将来がどつぼにはまっていくわけですよ。いいことなしですね。何にもなしですよ、これだからね、一番今大事なのはどうしりゃいいか教えますは、気にしない気にしない大丈夫本当ですか大丈夫大丈夫ですか気にしないですよ。これが第一歩なんですよ。はい。で、第一歩で、かつこれ国民が気にしない。政府の側にもちょっと政府の役人さん、今選挙中かもしれんけど、政治家の皆さんもこれちょっと聞いてはったらちょっと聞いてちょうだい。はい。増税とはそういうつまらんこと言わんといてください。うん。 そんなことするから不況になって、年金がダメになっていくわけですよ。うんはい、でね、この僕たちの所得を上げていったら税収も増えて、年金も豊かになって、本当に安心できるわけですよ、僕たちは。うん、ね、編集長も言ってはりましたもんね。ちゃんとグラフで出てるしそうです、そうです。だからもう消費税、増税どころかね、凍結に決まってるじゃないですか。うんうん、っていうか、減税しなさい。そうです 減税だ減税しなさい減税して政府の手術は一定にしてですよ減税するから教育だとか幼児無償化とかやめるとかじゃなくてそこはちゃんとやりなさい政府は。とにかく国民が今苦しんでるんだから減税をしなさいそして政府はしっかりとした対策を国民に対してやりなさいそれをしっかりやってそしたら国民がだんだん稼げるようになってそしたらお宅もも儲かるから税収で。そうですねねねだから政府は 国民が不安ななんだから、うん、気にするなと、うん、だいぶ大丈夫もうねもう何にも気にせないととにかく俺についてこいと言えばいいんですよ。心強いということで、はい、今日は山下達郎先生についておいでと言ってもらいましょう山下達郎の「ついておいでフォローミーアロング」「そんな時は僕について 食らてるよ藤井聡の「アルガママラジオ」山下達郎さんで「ついておいでフォローミーアロング」お届けしましたねもうこの2000万円とか言ってるんじゃなくて、はい、もう考え込むのは予想よ、うん、リズムに合わせて歌ってみよう、はい、明るい <laughs> 明るく これぐらいやないと今もほんまに国民がこう2000万円のせいで広く薄いうつ病みたいな感じになるじゃないですかうんかなり不安持ってますね不安になるじゃないですかもう本当不憫ですよだって今まで年金についてそんな話したことなかったで,、ね、でしょだって僕聞いたことありますよ将来ね自営業やってらっしゃる方で、はいはい、いやでも将来不安ですよねとかいや大丈夫ですとちゃんと年金も払ってるからうん 安心させようと僕に言ってくれるんですけどその人なんかめっちゃ不安になってると思いますよねえかわいそうに頼みのツナですもんね2,000万円ないよそんな私って思うでしょ思いますでもね嘘だからそんなの大丈夫まずねこれね嘘があるのを知ってもらえたらこの2,000万円ってどっから来たかっていうとこういう計算なんですよ60歳から90歳まで生きるとはははいいで月5万円足らないとしかもこれ 夫婦ですからねそうですね夫婦が60から90までずっと生きてますはいで2人で5万円ですよ30年間かけたら2,000万円ってことなんですよだからこれでねすぐ分かりますけれども夫婦ですからお一人の方まず半額ですそうですねまず1,000万円でいいはい半額だからもう2,000万って思うときついじゃないですか2,000万いなお一人1,000万はいかつ90いきますいやいきますけどいやいや 自分で考えても、僕、イメージ、自分の人生、イメージ75ぐらいのイメージですよ。えぇ、ー、?75 ぐらいになったら、うん、死んでもしょうがないな、という気持ちがありますやん。後期高齢者になって、ね。今も80歳の方、キーワードしんといてくださいよ。<laughs> 僕がそう思ってるだけですから。<laughs> 人それぞれですから、ね。そうそう。で、90ってちょっと長いじゃないですか。大王女。ね、大王女ですよ。だからまあ、80ぐらいとしましょうよ。うんはい、もしゃ、もそれだけで3分の2ですから。六百666万円。あ だいぶ減りましたでかつですよ、はい、これ二人でまあまあええ暮らししてですよねまあまあでも、まあ、めちゃくちゃカツカツじゃないですよ、はい、カ,ツカツカツじゃないがあるそそそうううそう,そう,そうだからねこれあの多分5万余分にいるってわけじゃないですよ、うん、めちゃくちゃカツカツにやったら3万5000ぐらいできると思うんですよお<ー> <laughs> で7かけ666万7かけだったら6 1 4四4 5 0万ぐらいですよあ あっていうか、そうか。なんか、450万きついですよ。<laughs> はい、でもそれ2000万と思ったら絶望的ですけど。まだ近いです。400万ぐらいやったら、まあ、なんとかなるかな。<laughs> あれ売って、これ売ってやったら。 はい、多分ね、あのー、もっとカツカツにいったら200万ぐらいでいいと思いますよ80までこうつつましやかにこう暮らしていくとしたらね、はい、でかつ60で仕事完全に辞めることになってますけど、うん、今も70ぐらいまで働きますからいやもう普通に働いてらっしゃるんですね、はい、60から70の10年間でね400万円稼げるかって言ったらね稼ぎますやんそれぐらいいけますか大丈夫大丈夫だからねついておいて歌おう よそうよ。リズムに合わせて歌ってみよう。明るく。そう、だから60でね、やめると思うからしんどいんですよ。うんうん、うんうん。ちゃんとこうね、65でもいいですよ。70でもいいですよで。ちゃんと所得もあって、あと家族がいたりとかね。で、今でも貯金、それなり、ね、お持ちじゃないですか。はい。だからね、結局ね、大丈夫なんですよ。 だからこれ、ね、いたずらにこれ煽って、政府の一部の奴らがですよ、うん、財務省と金融庁が煽って、それで金融商品買わしたり、だから増税させようとしたりとかするなんかもうせこい詐欺商売をやってた話がすごい知られちゃったっていうだけの話なんだから、もう全然いいんですよ、ね。でも今まで通りで大丈夫、そうです。安心してください。ということを政府は言うべきなんですよ。 言ってないですねこれね本ほんと政府何してくれてんねんですよ、うん、デフレにしたいんかお前らと年金制度潰したいんかお前らとうーんそう思いますねほんとねこういうとこもぜひ,ぜひ政府にもね「はい、ついておいでフォロミュロ俺がちゃんとやってやるから大丈夫だから何も心配ないからほんと困った時俺が助けてやるから、うん、ついておいで」うん、それぐらいのねえ まあ選挙が終わってどんな結果になるか分かりませんし、まあ、どの政党がどういう政策をやりだすのか僕はちょっと知らないですけれどね、はい、とにかくねそう言ってもらいたい。でそう言ってそうな人を探して投票されるとあついていけるかなこの人みたいな、はい、ほいでもう歌ってリズムに合わせて踊れるんじゃないですかね、まあ、ぜひそんなことを思いながら山下達郎たまに「Go ahead」あるいは「come along」どっちにも入ってますから聞いてみてください。週刊クライテリア藤井聡のアルガママラジオ ということからお送りしています「週刊クライテリオン」藤井聡の「あるがままラジオ」そろそろ終わりの時間が近づいてきましたが、はいうん、編集長もう一個言っときたいことがあるということで,で今日のねメインポイントはまあ心配しなくていいよっていう「はい、フォローミアロング」と政府も言えよって、まあ、こういうことなんですけどうん、うん、じゃあ政府が「フォローミアロング」「俺についてこい」って言ったとしたらどう言ったらいいか、うん、これねあの2000万円の貯金が まあ仮にいるとしましまょうよ、まあ、僕が今簡単に言った資産から言うと一人当たりまあせいぜい2300万ぐらいで本当大丈夫ですよと、うん、6 5 7時まで働くことを考えたらと、まあ、いうことなんですけど、はい、まあそれにしても200万なり1000万なり、うん、まあ貯金を増やそうとしたらどうしたらいいかっていうと減税したらいいんですよ。おー だって毎年毎年使うお金の8%、うん、あるいはこれから与党が言う通りになパー10%になるでしょはいだから自分の所得の10%ずつぶち抜いていくわけでしょ政府がかなりきついです政府ど取っていくわけでしょはいでそれが取られないかったら、うん、それそのまま貯金しとるじゃないですかそうですね,ね、はい、だから500万というか年間300万ぐらい一人国民使うわけですけど、うん、そしたら10%言うたら30万ですよ だからこう年間30万ずつ余分に貯めれる大きいでしょ30万貯めれて10年経ったら300万ですよもう一安心や本当ですねほんで20年やったら600万もうそこで解決してるじゃないですか解決してるんですよだからねいや不安煽おるんやったら減税しろよお前ってことですよ何取ってんねんお前これね簡単に言うとそういうことですし別の言い方するとこうなんですよ あの政府がお金をいっぱい使います、はい、そしたらそのお金は当然ながら国民の財布になんだかんだ言って入りますで増税しますだっなんだかんだ言って国民の財布にあるものがあるいは貯金預金通帳のあるものが政府の金庫に入ります、はい、で政府はとにかく一0兆円の借金があるからこれ減らしたいと思ったんですよ、うんうんあ 見ました見ました、ね、減らしたいわけ、はい、減らしたい減らしたい、はい、減らしたいってことはだから吸い上げたお金を借金返済に使うので、うん、国民には回ってこないですよ、うん、国民から見たらこれブラックホールにお金が吸い込まれるようなものですよ、はい、でしかも重要なのはねあの政府っていうのはお金を作ってる人ですからね、はい、借金って別にね借金じゃないんですよ、うんうん、だって お前しか作られへんやんやで,す、ね、でお前が作ってるものをお前俺から借りんでええやんけと、うん、何をしてんねんお前ですうん,うん,、うん。でさらにあの最近僕らがいつも研究してるね、はい、モダンマネタリーセオリー MMTMMT ちょうどあのアシタ・ケルトンさんっていう人がね、はい、来て MMT のシンポジウム 東京ででりますすけどね、はいはい、世界の大権威ですよ一番 MMT の権、MM、威引する中心の学者ですよそれを京都大学でお呼びして、うん、東京の国会議員会館でシンポジウムをやるんですよ、うん、でお金っていうものはそもそも何なのかっていうと、はい、国家が作ってるもんなんだから、はい、それを国家が借金するからって怯えて増税したり、はい、こう予算カットしたりとかするのバカ丸出しだとそれは違いまだからそれをね国会議員会館でやるんですようーんでで あの、東京経済大学の学長さんとかね。はい。えー、それから立命館大学の経済学の教授とかはい、はい、読んで、それで政治家も読んで、うん、んでちゃんとこれ聞きなさいと <laughs> で。これ僕そういう研究してますから、はい、あの、京都大学の僕の研究所で、主催でこやるんですけど、はい、もうそれから考えたらね、借金返済するって、アイクレイジーですよ。<laughs> 僕らの、 お金を吸い上げたって意味がないのに吸い上げる、うんね、だからねまずはね政府はねお金は誰が作ってんのかよ自分で考えてみよしと、はい、おっしたらお前吸い上げる必要ないやんかと、うん、いうことがねこれわかるんですよ、はい、だからこの不安に落とし入れさせてるのは、うん、政府の借金返さなあかんという神経症的な脅迫観念が 借金返済をするための増税を導いて、うん、でそれが僕たち国民全員を不安に陥れてるんですよ。うん、以上です この選挙を機にねちょっとでも賞金戻ったらいいなとまあ思ってるわけなんですねだからこそあの若い世代もしっかり投票にそうですね行かないといにそうだから何がいいのかってちゃんと自分でねいろいろ調べて今日の僕の話も参考にしてもらってどこの人どこの政党がいいかを考えるのは国民一人一人ですからそれしっかりねご自身で考えて任せっきりはダメですねいただきたいなと思いますただいま絶賛発売中の「表現者クライテリオン」こちらでは初めて開交について特集を 外交もも政府はスカタンばっかりやってますからねこのしっかり読んでいただきたいなと思ってますよろしくお願いしますこちらオフィシャルホームページからもご購入いただけますしまた書店でもご購入いただけますのでぜひ探してみてくださいまた番組では藤井編集長への質問やご意見もお待ちしておりますメールアドレスは藤井アットマーク k b s ドット京都ですよろしくお願いいたしますそそれでではは編集長今週週週ももありががととううございましした来来どんんんなななな選挙結果にってるょかこ考えら 来週月曜日午後9時半までさようなら,さようならこの番組は日本タクシー株式会社大阪運輸倉庫株式会社北欧観光バス株式会社の提供でお送りしました。